停電の方がまだマシだな、それは。嘘、止まったわ。メールを受信した。ちょっと待った、何が止まった？メール、うちにはメール来てないけどな。いや、これじゃない？ありますね。いや、この石炭発電機は止まってるだけじゃない？うん、違う？違うか。受信箱。あ、違う。いいんだ、いいんだ。いや、OK、OK。多分 OK だ。ここが繋がるな？な？あー、そっか。電力回路の通知が来てます。うん、ヒューズが作動しました。はいはい、OK、OK。今のはちょっと繋げる順番間違えたからそうなったんだと思いたい。そしてタイガさん申し訳ない。うん、場所間違えた。ここだ。ここだった。ん？あ、はいはい。一個手前でした。すいません。これ消すの大変だよ。鉄塔よりはマジでしょう。全部これヘビ型だから。そうね。一個ずつ、一個ずつ置いてるから、全部消さないといけないわけですけど。ホバー持って近づいてからだよ。そういや、そうですね、忘れてた。別からも電力取れるでしょうにね。なんでわざわざ力石炭の方から取ったんだと。よし、もう一個手前。そう、この2つがまだつながってないから、その間に。来たのだ。認識さん、どうもこんばんはです。ドキッとするコンパの停電の音やだ。本当にね。今夜も工場長しか喜ばないサティスファクトリー配信やっております。錦さん、こんばんは。ありがとうございます。すいません。楽しい楽しい工場建設。はい、やってる方は楽しんでおりますけれども、うん、見てる方はどうなんだと。この1台はそれはこっちの1台と合わせてやりたいから。いや、どうしようかな、うんうん、1回角っこ置くか。じゃあ一回この角っこら辺に置きますか。この辺、うん、ちょっと打ち上がりますね、この辺は。いや、そんなスポットではないはずですけどね。錦さん、工場長やってないけど楽しいです。奇特な人だ。ありがとうございます。奇特な人だ。でもね、そう、やってないゲームをどう面白く見せるかって本当に難しいよねって思います。そうね。あ、じゃあタイガさん、この辺に、はい、この辺に、この辺にまた1本お願いします。はい、この辺にかな。向こうとまっすぐじゃなくていい？まあ、大体まっすぐでお願いしたい。大体いいですけど。ライン出ないね。もうね、大体でいいです。うん、じゃあここで。いや、間違えた。これつないで、そしてわい。つなぐ順番を間違えるとこうなるんですよね。いや、タイガさん、ここからまた2台の間に1本ずつっていう感じにまた立てといてもらえますか。はい。こっちの本線の方を先に繋がないとブシューンってなるんですよ。そうなんですよ。ドキッとする。うん、まあね、電柱、マーク2電柱とか使ってもいいんですけど、そうするとちょっと、うん、電線が長くなりがちだから、ちょっと景観の問題、うん、見た目の、つながってない。見た目の問題的にね。じゃあ最後にこの角っこに1本お願いできますか。はい。うん。OK です。よし。こんだけ目立ってたら誰も切らん。そうね。
下手に近づかないでしょう、これで。うん。あって。で、これで全部緑で動いてますよね。うん。よしよし。さすがにこの台数は動いてますね。詰まってるけどね。トータルの発電が大体3000オーバー。石炭がぎゅうぎゅうだ。ああ、石炭ぎゅうぎゅうだ。そうだった。うん。はい。まあ後でいっか。では、では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 。次に行きますか、うん、はい、次はここから下です。はい、サリティルさん、電柱も警戒色を発する時代だ。タイガさんの色ですから ね、そう、気をつけてください。本当虎って分かりやすく危ない生き物ですよって危険な色です。知らせてて偉いよね。偉いのそれ。ライオンより偉くない？いや、まあ偉い。ライオンはね、危険なのにさ、うん、なんか首にふわふわとか巻いてさ、あったかそうじゃないですか。ちょっと可愛く見せたりして。まあ偉いも可愛いも どれもその評価が間違ってると思うんですけどね。本当変わったセンスですよね。サバンナなんて寒くないでしょ。夜中は寒くないなるんじゃないんですか。じゃあメスにも巻いてあげてよって思うよ、トラは。なんで自分だけふわふわ巻いてさ、まあそうね、だけ、まあなんか女性は寒さに強いって言うじゃないですか。へえ、言わう、そうなの、言わない。モズめっちゃ寒がりだけど、あの人は、あの人はなんかふわふわ、うん、そうね。じゃあそのうちもしかしたら首周りにふわふわしてくるかもしれない。オスになっちゃう。そうじゃない、そうじゃない。ここで何するかっていうと、はい、ここではいろんな作業をしてるんですけど、肝心なところはここの原油を重廃油、廃重油、うん、重油にしてるところ、原油を重油にして、うん、で今度こっちで重油を燃料に変えてます、うん、で燃料が、こっちの方のパイプとあっちの方のパイプで運ばれていってるという流れ、はい、でこれをさっきの電力で賄おうという話になってます。はい、うん、でそのための配線をどうしようかなっていう話。なるほど。錦さん、女の人ほど冷やしたらダメなのでは。やはりそう。そうなん。強いけど冷やしたらダメ。まあね、うん、そうなん。男の人だって冷やしたら良くないでしょ。筋肉量が多い方が発電量じゃないや、発熱量が多い。はいはいはい、発熱量が多いっていうことか、はいはい、そうね、動く、じゃあやっぱ男性の方が発熱量が一般的には多いっていうこと、はいはいはい、そうね、そうね、あー、うん、なるほど、そっか、発熱量、発熱量と発電量を間違えてしまいますけど。錦さん、女子にもモフモフをね、まあ、モフモフいいよね。それはあのライオンになってから言ってください。人間は男も女もそんなにモフモフじゃないじゃないですか。うん、まあ、男性は首毛を伸ばすしかない。首毛首毛はあんまり伸びないしね。だと首毛ってどっから生えるの。首から。首から首毛を生やしてる人見たことないんですけどね。いるんですかね。わかんない。まあ、そもそも人間なんだから普通に襟巻きなりなんなりすればいいんですよ。襟巻きしよう。襟巻きとかふわふわの襟巻き。はい、これから神野さんもマフラーのこと襟巻きっていうタイプの人。いや、普通にマフラーって言うんですけど、なんで今襟巻きって言ったのかなって自分でもびっくりした。トラ襟巻きっていう人なんだけど、珍しいですね。うん、私はマフラー、トカゲみたいでいいでしょうか。襟巻きトカゲはあんまりなんか羨ましいなとは思わないですけどね。あの人なんで襟巻きしてんの。
おしゃれ？わかんない。うん。違うでしょ。パラボラを受信したい。あの人の頭で受信して何に使うんですか？ああ。こうはいい工場だな。いい工場でちゃんと動いてるからどっからどう手をつけようか今困ってんですよね。うん、どうしようかな。まずこっから電線引っ張ってきて、まず分かりやすいこいつからいくか。この混合機、混合機が16台あります、うん、なんでさっきみたいにあの2台の間に、うん、2つの混合機の間に、うん、あのトラテープを、もう今立ってるとこですよね、ほぼほぼ。ああ、本当だ。そうですね。えらいね、こういう置き方。多分私がやったんです。お水飲むのだ。トラじゃない？違くない？アイガさん電線置くの嫌うじゃないですか。トラじゃないか。もうかな。ちょっとお水飲もうか。お水飲むのだ。うん。うん、よいしょ。これのちょい後ろに立てとこうかな。どこでもいいですよ。考えて、うん、前でも後ろでもどうぞ。でそのための大事な電柱を立てればいいわけね。ん？違う。大事な電柱どれだ？うん、一旦ここにしましょうか。で、ここから引っ張ってきて、はい、大事な電柱を立てました。はい。ん？反対側もですよ。かなと思った今。思ってるんならやってほしい。ここちょっとさ、ややこしいから。サリチルさん、すぐにはならないな。大事な電柱なのにさらし首に見えるとか言えないよね。そんなことはないでしょう。それはちょっとさらされてる。首さらされてはない、守られてる。人間を埋めて。なんで人間なの。この発想からもうやばいんですが。二度と停電を起こさないように生贄をつけて。人柱的な話なのそれ。そう、怖いな。違いますよ、ちゃんと守ってるんですよ。電柱を、ただの電柱です。トラちゃん電線取り扱い免許未取得じゃなかったっけ。そうなんですよ、実は。ですよね、実はみんなそう思ってるから。別に実はでもなんでもないですけども。卒業試験です、これは。いや、この卒業試験こんな簡単じゃないですからね。立てた。OK。そしたら、今つながってる電柱消して、うん、混合機に新たにつなぎ直してください。つながりたいのか、お前ら。まあ、我々がつなぎたいんですけどね。あの電柱にそんな呪術的な意味合いがあったなんて、そんなものはない。そんなものはない。ただでも人柱と言われれば人柱に見えてしまうのがちょっと怖い。ここはもう塞いでやっていいかな。近づくとね、苦しいよっていう声聞こえ。ホラーじゃない。これは多分人柱じゃなくって、ルアル建設に虐げられたバイトたちの恨み事だと思いますよ。もちろんバイトを人柱に使っています。最悪だ。新鮮なバイトを。新鮮とは。どうしようかな。こっち側は、どうしようかな。切るよ、ここ切るよ、消すよ、ここ。え、どこ？怖っ、怖っ。
え、何何何何の話。電線起きる恐怖。あーあーああ。なんかもうブンって止まっちゃいそうでやだ。よし。まちょっと切ったぐらいでいきなり停電はないから大丈夫です。恐ろしや。錦さん、人柱からお饅頭という食べ物ができたとかできてないとか。そんな話は聞いたことないですか。饅頭って。だよだ、反対側も。うん、今やってます。饅頭、はい、がさらし首全然関係なくないですか。饅頭。まんじゅう、あ、でもまんじゅうってそうか、頭っていう漢字使うんですね。うん。え、関係あんの？ホラーじゃないですか。やめてくださいよ。恐ろしい。おまんじゅう好きなのに食べられなくなるじゃないですか。想像して、次食べるときは。タイガさんの頭を想像します。うん。頭から食ってやると思うよ。あの頭をガリガリかじってる。タイガさんだったらそれもありだな。日頃の恨みを晴らす意味を込めて。美味しいと思う。あ、美味しい。まあ、まんじゅうだから、そこはまんじゅうだから美味しいでしょうけど、うん、サニティルさん、バイオマスを作る場合とは石炭発電ができたら人柱に転用される。バイオ、あ、ね、そういうことか。そう、もうね、バイオマス作りは人力でしたからね。お疲れ様、バイオマス作りお疲れ様、こちらが休憩室ですって言って呼んで、バイオマスはもう用なしだからっていうことで電池にされるんですが、なんかフリーナインを、銀河鉄道フリーナインを思い出しました今。トラワー注文の多い料理店。あ、こちらのクリームをお乗りください。あれはなんていうか、もうちょっと早く気づいて、もうちょっと早く逃げ出すべきだったなと思うんですけど ね、うん、あの話すごい好きだったな、ちっちゃい時。よし、いいね。はい、どうしようかな、すっきりした、なんか、うん、そう、余計な電柱もね消していきたいとこですか。これ繋がってないから、じゃあ消していくよ。うん、繋がってないのは消して結構。ここなんで黄色いんだ。合成樹脂が来てない。なんで合成樹脂が来てないのか。原油が余ってるから。はいはい。まあいいや。こっからどう配線しようかな。次はここの。うん。生成器20台、うん、なんですね。はい、どう置いていくかな。ここ頭打つ天井、それは打ち息苦しい。いやいや、それは打ち上がりすぎだからでしょう。もうちょっと低く飛んでくださいよ。呼吸ができないよ。呼吸は高かろうが低かろうができんですよ。ここ真ん中に置くかな。真ん中に置いてもらおうか。タイガさんどこ行った。ちょっと何遊んでんですか。呼吸ができなくて苦しい、ね、んなわけないでしょうが、想像で苦しまないでほしい。はい、ここいますよ。ここの生成器が今向かい合わせで、10台の2列あるんですね、うん、なんでこの真ん中、この真ん中に立てていく感じにして、うん、で、この1,2,3,4分かります、うん、この4台のだいたい真ん中辺に1個置いて、だいたいでいいですよ、だいたいで。で、電柱をマーク2にアップグレードして、うん、で、周りの4台をつなげてください。で、それをあと4回繰り返していただきたい。
OK？ はい、よろしくどうぞ。で、私はこっちで、あー、これでいいかな。やっぱトラテープにしようかな。なんとなくトラテープで統一したい気分。ワイヤーが足りない。取ってきて。クイックワイヤーが取ってきて。ひでえ話だ。ひどくはないですねマーク2なんてめったに立てないから。割と立てるんですよねクイックワイヤー、この辺に置いとこうかね。そう、卒業試験だというのに。いや違うでしょ、勝手に卒業しないでほしい材料が足りないなんて、これで落第だ。まあそうね、合格は無理ですよね。そこは正しい。試験中に材料を取りに戻っているようでは。こんな細かい話ではないんですけど、剣ではないし消しゴムを忘れたぐらいのダメさがある。まあ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 、そんなに目くじら立てる人は最近は少ないんじゃないかと思うんですけれども、にしきさん、肉まんとか、まさに肉まんっていうと、あの中国の人肉肉まんの話を思い出してしまいます。まずそうそういう話もう感性が違うな、やっぱり。さすがタイガさんです、なんで。いや全然、だってサメって人肉まつって言ってペッてやるじゃん。いや知らないけど、そうなんですかそう、かじってもペッて吐き出したりするらしい。ちょっと屈辱的だよね。そう、贅沢は敵だということを思い知らせてやりたい食べたのに、ちぎったなら食べてってなるそうですよねどうなんかな、痛いけど切っていいのかどうか分かんないから後回しにしよう。怖いよね。うん。トラちゃん、電線取扱い免許の実習中。いやー、もう実習、そうね、実習ね、講習会に近いですよね頑張っています。うん、まあでも落第ですけどなんでやねん、そんなに頑張っているの。頑張っています、頑張っていますって何回も言ってんの。そう、頑張ってるを口でアピールするだけじゃダメなんですよよし。思ったより油っぽくて臭かったんだ。それは人肉の話ですか。あでも臭そうではあるな。よくない油って感じするよね、人肉は。よし、いけた。うん、はい、じゃあ周りの機械から電線切ってつなぎ直してください、うん。うん、じゃあ、あと下か。に回して、うん、なしさん、こんばんは。こんばんはです。なしさんってすごい違和感があるゴリラさんえ、 MC バトル参加して優勝してきたってMC バトルって何ラップ優勝したのすごい。そんなラップの名詞だったんですか。なんだっけライムがうんたらっていうやつですよね。そうそうそう、素人には全然わからんですけども。おめでとうございます。おめでとうございます。ラッパーだったんですか。うん、ゴリラなのに。そう、今はなし。なしなのに。そう。
なんか何かと合体して最終的にはスイカになりそうなのに。よし、全部切れたから、だっけ、うわ、赤くなってる機械、みんな苦手。え、これだっけ？あ、違う、これだ。え、これだっけ？これか。サニキレさん、美味しいものは脂肪と糖でできているとか言ってる生物が美味しいわけないんだ。いや、確かに、いや、脂肪と糖は美味しいでしょ。これは間違ってない。あ、あとこれか。え、セーブはしてない。え、止まった、繋がんねえなって。あ、繋がった、繋がった、はいはい。あれ、電気来てないぞ。タイガさん切った？ん？そりゃ切ったよ。そりゃ切ったよ。そりゃ切ったよ。切ってんね。今つなげてんだから切ってる。え、どこ切ったの？え？え？え？今つなげてる機械よ。どこ人のさ、何？え、いや、あれ、ん？ん？ん？トラが今切ってんのはこの発電してるやつ、うん、切ってつなげてるよ。なるほどね。うん、なんか違うところの、違うところに電気が来てなかったわ今。ん？どこだ？いや、直った直った。直った？うん、なんか処理がおかしくなってたっぽい。なんかさっきちょっと変だったよ、うん、多分そのせいでしょうね。うん、オッケーオッケー、よし、はい、まあ今ね、発電機全部一旦止めてたから、うん、そこに繋がってるのは動いてなかったかな。うん、この辺は別にまあいいはいいんだ。これ、OK くんの、じゃあこれで復旧、はい、うん、OK です、はい、うん、で、本来はこの下にある、あの原油を採掘してる機械が地上にあって、うん、で、はい、採掘した原油を持ち上げるためのラインポンプも動いてるんですけど、そっちの方には私が今電線をつなげてきましたので、はい、でこれによって原油を組み上げて、でここで、うん、廃重油に して、うん、で廃重油を向こうで燃料にするという流れが出来上がったように思えたけど、出来上がってないね。そうだ、あとポンプだ、うん、ここで希釈燃料というのを作ってるんですけど、この燃料を作るためには水が必要で、この水を汲み上げるためのポンプとラインポンプを動かすための電力も切り替えないといけない。はい、ということで、そのポンプたちは下にたくさんある。うん、じゃあそっちに行きます。はい、早尾さんが今日一発目は1000点ぐらいだったのだ。スイカか、わスイカの話か、それは。どっから電気来るかな。1000点、よし、ポンプのとこにいっぱい来ました。はい、ちょうどここどうしようかな、どうしようかな、ちょうどここに鉄塔立ってるから、こっから取ろうかな。う、ね、前々回立ってたやつ、はい、じゃあこっから取っ、あ、待って、先に先に大事な電球、目標地点置いた方が多分、うん、
大事な電柱を置いて、大事な電柱ここにまず置こうかなって思うんですけど、どこにポンプどこにあったっけ、結構奥の方まである感じ、結構あるよ。じゃあ順、めっちゃ多いここは。なるほど、じゃあ順繰りに置いていきますかな。うん、こっから一旦この辺に置いて、よいしょ、でそっからまたこの辺に置いて、ん違う、でそっからまたまたこの辺に置いて、でまだ向こうあんの？あるある。結構だな。タイガさん、今置いた電柱ちょっとつなげておいてもらえます？かしこまりました。この辺まで来られるか。この辺が限界か。鉄塔をつなぐ？つなぐ。まだ。どうぞどうぞ。つないでいいですよ。ああ、蜂がー。この辺にしたいな。鉄塔をつないだ。おい。うん。一回これ取って。あ、蜂が帰っていこうとしている。倒してもいいんですよ。虎がいたような気がしたが。気のせいだったようだって言ってる。バカめ。そんな、でも帰って行ってってことはそういうことよね。バカめ。バカめ。じゃあタイガさん、前回と同じようにこれ電池をマーク2に、マーク2で足りる？どうだろう。足りないかな。周辺全部つなぐとなるとちょっと厳しいか。5ギリ足りるぐらい。足りるかな。いや、ギリ足りない。ギリ足りない足りない。そうだね、つなぐのに2本使ってるもんね、うん、じゃあ足りないです。1回トラテープとか立ててそれでお願いしますわ、うん、よ。あ、ここつなげられないんだ。あ、届かない。なるほど。うん、ここでも届かないか。ワイヤーが長すぎます。あー、ちょっとそっち、はいはい、私じゃあそっちやります。ここでワンクッションかな、この毒のとこ。え、そこまで、え、そこまで、そこまで、よいしょ。マーク2でいけそうなとこはマーク2でやっちゃう。うん、この辺か。ポンプ5台とそれからラインポンプ一気につながないといけないはずだから、多分できないといけないんだ。多分ギリギリ足りないんじゃないかな。これだ、つながってるのは。これが3つつながるから、この作業は目をそらしたかったね、ほんとこの電線をつなぎ直すという、いや、大事なお仕事ですよ大事だけどほんと目をそらしたいね。これがしばらく続くんですよ。え、やばいまあ楽しいけど地味いな、見てる人は本当に大丈夫なんかなってもうなんかこれを楽しいと思ってる自分が恐ろしいなって思う。細かい作業なんですけど、それでも着実に一歩一歩進んではいるから、うん、終わった時の達成感という意味ではありなんですよね。なんかつながってる。
マーク2かこれ。マーク2に変えて。なるほど。イバクサさん、電線整理を外注するか。外注こんなのやってくれる人間いませんよ。ね。業務内容話したらなんか音信不通になりそう。とんでもない発注が来たとか言って掲示板で書かれそう。うん、そう。これも切ってこれも切ってか。落ちる。ここいっぱいだね。これとこれと。あんまりね、電線伸ばしたくないんだけどね。1、2、3、4、5、5か1、2、3。これいらない。マーク2でいけるか。これいらない。この辺多分いらないと思うかな。切って大丈夫か。怖い怖い。うん、採用。これもいらない。でもこの毒の塔の上に電球立てるの私好きなんですよね。毒の塔を有効活用してる感じが。そう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 。高いところに何かモニュメントみたいなものを立てておきたいという気持ち。よし、これでどうしようかな。バクサさん、まあワイもやりたくないから発注受注先見つけるの大変そうな案件。そうですよね。うん、これはね、さらされる。こんな受注したこれかすごいふっかけられそう。あ、はい、電柱立てて。で、マーク2に変えて。地味。パイプに頭打つ。なんでそんなピンポイントで打てるんですか。で、これと、これ消しちゃっていいよね。あ、誠一さんがね、これでトラちゃんは線路、パイプ、電線の取り扱い免許を取得だのって。いやいやいや、社内、早い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 。かっこ社内って書いてある。いやいや、社内でもありえない。ありえない。やったぜ。いや、やってない、何にもやってないから。ん、合わないぞ。ん、あれ、ああ、そっちで繋いでんのか。なるほど、多かったな。ちょっと一回こっち切ろうか。いや、思ったよりも電柱の数が多かったなと思って。ああ、そう、ここ長いからね、ちょっと悩んだんだけどね。うん、そっちで繋ぐようだったら繋いでください。どこ、これどこまでがひとまとまりかもよくわかんないな。結構無茶な置き方してますね、ここ。うん、もうね、深さを深さがあるところを縫って縫っておいてるから。ここもね、割と浅いんですよね。ですね、見た目に浅いですもんね。どう見てもどう見ても浅い。これ置くのね、大変だった、確かに。よくこんなんやったなと。うん、このパイプの辛そうなこと。そうね、美しさはないけど、うん、でも資源の有効活用はしているということで。ね、めちゃめちゃ川沿いにギリギリ浅いところでも活用していますよと。うん、これ全部つながったのかな。つながってるですね。パッと見緑、パッと見緑。うん、うん、大丈夫ですね。よし、じゃああとはこの辺の余計な電柱は撤去しようか。そうですね。結構ある、余計な電柱。作業するときにね、あった方が便利だからって、
やったんだけど、やったはいいけどよっていう、うん、だって水を飲みに来たりフクジラが電線に絡まりに絡まってるかわいそうに。これ何にもない電柱だな。よいしょ。消そう。ナリキルさん、いらなそうな電線を確認せずにそっと消してくれる妖怪なら励んできます。確認はしないとダメでしょ。怖すぎるその妖怪。それはただの妖怪だな。いらないね。駆除対象ですね。それは退治されるべき妖怪は。いいんじゃないでしょうか。うん。あー、ここうん、そうね。いや、この何ベーコン巻きの上に立ってる電柱とかね、うん、ベーコン巻きね。思い出のベーコン巻き電柱。消す容赦なく消す。消えた。ベーコン巻きたちはもう仕事を失ってうなだれてるよ。うなだれるの？ちょっとそれはそれで見てみたいですけど、うん、でもうなだれてはないはずですけどね、うん、もう我々はいる価値がない。爆破してくださいって言って。いやいや、爆破はしない。警官としてのね、意味合いはありますから。自然保護の意味合いもありますから。おっとっと、今まであいつらはね、誇りを持ってたんだよ。電柱が乗ってる我々って感じで。頭の上に電柱乗ってるだけでそんなに。俺はちょっと考え直してほしいな。そんなことはない。役目を与えられた我々って感じで、すごい誇りを持ってたのに。俺はちょっと思い違いも甚だしいですね。君はただそこで生えてるだけで十分なんだよと教えてあげたい。ね、君は君であることが素晴らしいんだよって言ってあげて。そうや、そもそも、あれ、あー、なんかどっか変なとこ切ったな。ん？あー、なんか変なとこ切ったな。あ、赤いね。赤いね。まあ、でもここもつなぎ直しでしょ。そこはまあつなぎ直すんですけど、今じゃないから、できれば動いててほしい。じゃあつないとかないもんね。できれば動いててほしいんだけど、どっからつなげば動くのかなっていう、うん、どこを切ったんですか。すみません、たくさん切ったからもう分かんない。あ、こっちのも止まってる。うん、割とあちこち止まってる感じなんですよね。最高期止まっちゃった。え、最高期？あ、今回、あ、うん、ええ、そう。あー、どっから電流取ってきたのかな。でも最高期さ、これ繋いどく？緑に。いや、それはダメ。ダメ。ダメ。余計なものは繋いじゃだ。じゃあこの辺にある電柱から繋いどく？うん、どっからか電気が来てる電柱あると思うんですけど、どっかない？あれか？来てないね。蜂が。蜂好きね。逃げろ。来てないね。危ない。事故は。上から取ってきたのかな、これ。上は電気のある電柱はない。ないですか、わかりました。ちょっと、うん、じゃあ線路から取っていきますわ。うん、ちょっと一時しのぎという意味で。うん、蜂があってちょっと近づけないし、これ一回奥にしといて。蜂飛びまくってるから気をつけて。タイガさんのせいなんですが。あ、ここも止まってる。うん、割とあちこち止まってます。こっから取ってきて、ん、あ、やべ、こっ
ああ、このパイプは意味ないパイプか。意味ないパイプとかあんの？うん、切れてる。ほえー、2列あるから意味ありげな感じだけど。ああ、それか、そのパイプ、うん、多分ちょっと敷き直そうとしてるんだと思います。うんうん、どうしようかな。この辺に一回置いて、あ、で、この辺に一回置いて、うんうん、よいしょ、いいね。はい、あ、戻った戻った。オッケーオッケー、イエイ。なんかどっから来たか分かんない電電力ですけど、まあまあ繋がったからよしということにしよう。うん、うん、よし。まあひとまずは、ああそうだ、どうしようかな。今ここをそのなんだろう、燃料を作るラインはこれでまあ常に動くような仕組みになってはいるはずなんですけど、はい、ただよくあるのが、あのここ今青い合成樹脂出てきてますけど、うん、この合成樹脂の処理が追いつかなくて止まっちゃうっていうことがあるんですね、電力関係なしに、うんうんうん、なんで溢れた合成樹脂をシンクに流すっていう処理をしといた方がより安全なんですよ。ゴムにしきれないやつってこと？そう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 、うん、だからそれをちょっとやっとこうかなって思って、うん、まだ時間あるしやるか。やろう。もういい。まだ始まって43分です。いや、そんなことはない。配信時間ちゃんと出るでしょ、画面に。ちゃんと見てくださいよ、全然違いますからね。10時からじゃなかったっけ。違いますね、今日は10時どころか21時ですらなかったという。あらあら、ひとまず、あらあらなのだ。ひとまず、あらあらなのだ。分かってたでしょ。まずまずまずお水を飲もう。うん、芝草さん、残量 20% 高で連絡が入るから蓄電池を大量に並べて 20% で確保することで対策する。そう、ちょっと考えたんですけど、前ね、あの前回でしたっけ、初めてのメールが来たあの瞬間ありましたけど、うん、発電機が残り 20% ですよって連絡してくるのはもう遅すぎるんよっていうね。遅すぎますね、うん、あっという間だったもんね、あそこからの流れが。蓄電池を使い始めたら連絡するとか、まあ、何パーセントで連絡するみたいな設定ができればね、よかったんですけど。ああ、その設定変更はないんですね。蓄電池は本当ただ貯めるだけで、メールが来ることすら知りませんでした、うんうん、私は。よいしょ。なるほど。そうで、まあそう、 20% だけどたくさん落ちれば 20% であっても結構持つよねっていうのは確かにそうなんですけど、まあ、あんまり労力に見合わないかなというのはちょっと思うかな。さて、まあ、タイガさんが暇そうにステップしてるんで仕事していきましょうか。どういう流れにするかっていうと、ここ、はい、今10基並んだ生成施設から出てきています、はい、でこれを全部一旦集めて、うん、1本に合流して、でそっから、うん、あれなんだっけ、プログラム式じゃないや、スマート分岐機か、うん、を使ってオーバーフローしたやつを横に流して、でシンクに流し込むみたいな、うん、なるほど。でオーバーフローしてないやつはこっちの5機にまた割り振るっていう流れにしようと思うんですね。はい。んでそこをどう流すかっていうことなんですが、どうしようかな。ベースの問題もあるからな。どうしよう。あのこっから、うん、こっからこう向こう側に全部一旦集めて、うん、でこの辺から、うん、
いや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 。いやでもそうするかな。スペースの関係もあるから、こう流していって、うん、でこのタンクのあたりで、分岐器かけて、うん、でオーバーフローは向こうの方でシンクに流して、で通常の流れはこっちにこう戻してくるみたいな流れかなと思うんですが、どうでしょう。かしこまりました。じゃあお願いします。一旦じゃあ消しますよ。はい、コンベアは消してもいいんですけど、パイプは消さないでくださいね。なんで笑った。祈っておいてください。笑うとこじゃなかったでしょ今の。芝草さん、円形タワーの中にたくさん詰めて巨大な乾電池にしよう。デザイン的には面白いですね。デザイン的には面白いが、何せ動力に合わない、見合わない。あっと違うわ。パイプを消しそうです。やめてください。あれよし、違うぞ。合流消えたぞ。いや分岐器、分岐器分岐器分岐器。ああ、合流器、合流器、分岐器分岐器。よしよし。で、はい、どうしかな。さんが2000点を超えれなくて嘆いてる。おう。トラは割とコンスタントに2000は超えるようになってきました。コツとかあるんですか？あるね。へえー。いや。でも運ですよ。ほぼほぼ。やっぱそう。だって飛んでっちゃうんだもん、フルーツが。ああ。物理演算だからジャンプするとか。そう。あやさん。弾んで。ああ。あ？待ってー。何？何もなってない。いや待ってって叫んでましたけど。今落ち、何もなってませんよ。今打ち上がった、落ちた、どっち？うん、今何も何も。本当ですか？うん。まあいいや。何も。まあいいですわ、じゃあ。メロンできた瞬間に吹き飛んで終わったって、ある、あります。メロンできたーってなって。たらリンゴが打ち上がって、その勢いで、うん、よあれま。何さっきから一人で楽しんでるんですか。何も起こってないですよ。いやもう完全に何かが起こった時の叫び声なんですけど、何も起こってない。大丈夫、安心安全の R 建設の工場で、そんな叫ぶ事態なんて。安心安全な要素全然見たことないんですけどね。こうかな、よし。あ、タイガさん、それそこじゃない、そこじゃない。スマート分岐器こっち。ん？これがスマート分岐器。うん。だからこれは伸ばしても買わないよっていう話。なるほど。これはちょっと後回しにして反対側先やりましょう。はい、同じ要領で反対側も、うん、お願いします。ちょっと消しますね。うん、ちょっと消します。何もなってない、よしって誠一さんもほらごまかしてますね、くださっております。何もなってないよ。隠蔽に手を貸したということですか。共犯ですね。なってないもん。
ってない何も起こってない何も起きてなかったことにはなってるけど何かはしたでしょう、うん、よくそんなよくそんな直前でいけてた。いや消す直前で消そうとしたことは間違いないんですね。じゃあそうパイプごと根こそぎ消えるところでしたい。まあ未遂犯もこれを罰すって刑法にあるんで嘘そんなあんのんありますね。ひどいルール。ひどくはない。未遂ももうこれもはいこれも同じ方に流してですか。そうですね。だから逆だ私。こっちじゃない今、うん、思ったすいませんあ力だわ。これ見よがしに確認しようと思って。いやらしいな。やってることが姑みたいよ。ジノさん、うん、この方向で会ってらっしゃいますの。やったんなあなた。よく確認してみた方がよろしいんじゃなくて。アイガさん、そんなんだったらあれですよ、周りと折り合いがつかずに困りますよもうちょっと角が立たない言い方を覚えていただきたいあなた、もうちょっと周りを見た方が良いんじゃなくて。いやらしい恐ろしい。泣いちゃうよね、そんな言われ方したら自分で言っといて何言ってんですか。本当に超怖いわ。なあと、これが違うのか。でもちょっとそういう世界体験してみたい。嫌ですよ、なんでえ、それはちょっといびられてみたいよね、なんかね。いや、トラさんっつっていや、絶対いびら…あなたここ拭き掃除したっておっしゃってたわよねってこのホコリは何。完全にいびる方の口調じゃないですか。なんでそれでいびられたいとか言えるんですちょっと言ってみたいじゃない。言ってみたいでしょ、やっぱり。言われてみたい。絶対言う方じゃないですかって言ったババアを殴りたいうるせえっつってボコって。どっちがいびってるのか分かんないですね、それはお前の味噌汁にハイター入れてやるからなって。殺人じゃないですか あんな言われっぱなしになる人いんのかな。いや、まあいるから問題になってるんじゃないです。信じられない、そんなの。でもやっぱりその立場になってみるとやっぱりあるんじゃないんですか。反抗できない、反論できない何かが。まあ言われた通り誇り残ってるしなっていうことかそれは反省してちゃんと仕事改めてほしいね。そうだよね。残ってなかったらお母様も言わないだろうし。んかな。じゃあ大河さん、ここにシンクを置いて、はい、で合流機を置くのって、うん、ここに連れてきてもらえますか、オーバーフローしたやつを、うん、ここね。うん、いいのか。まあひとまずこれで動かしておこうか、しばらく。多分問題ないと思うけど、はい、1個も来ない。1個ぐらい来てほしい。いやいや、来ないでほしいところではあるんで、それで結構ですここにオーバーフローが来るっていうことはちょっと問題があるっていうことですからね。動かないのはいいことです。1個ぐらい。やめなさい。反対側もつなげて反対側も。よし、人気の問題ではないな。まあ、タイガさんがちゃんと直角に曲げる技を覚えている。
2個下げるって習ったから。ええ、習ったことはすぐ忘れるタイガさんなの。うん、よし、いけかな。よし、これで完璧出した。出すか、完璧出すか。完璧出す、完璧出す。本当かな。なんかいらん電柱が見えたような気がするけど、気のせい出す。いらん電柱はでも削除した機体出すよ。削除しと機体出す。でもさっきみたいにまたバシュンってなる。恐怖心がある出す。出すな、うん、まあ、まあでもまあまあまあ、そうね、後でっていいんじゃない。そうね、そうね、今やることでもない、うん、後回しにしよう、後回し。後回しにして忘れるパターンじゃないかなこれ。後回しにしよう。ああ、オッケーオッケー。ヒヤリハットなだけなの。ヒヤリハット完璧やな。ヒヤリハット、ヒヤリハット、何のヒヤリハットだっけ。いた。鉄骨に頭ぶつけた。ちょっとこの鉄骨片付けてくださらない楓さん。まだまたなんか嫌なシュートシュートになってるけど、この鉄骨は何なの。これは後回し、後回し。まだまだ下で、ちょっとこっちのこっちのこのラインをちょっと、うっそ、ちょっと落ちてないよ。死んだの。死んでないです。楓さんお亡くなりなの。ちょっと人の死を願わないでほしいな。あとで何この電柱会議が始まる。確かに始まりそう。なんでこんなとこにこんな電柱がとか、これどうすんだっけみたいな。電柱の取捨選択をせねばなら。まあそれはあのまた余裕があるときにということで、うん、今やるのはここの2本のパイプがあるんですけど、はい、これね、前引いたパイプって向こうで岩を貫通してる4次元パイプなんですよ。うん、ここも貫通してるしね。そうなんでちょっと嫌だなと思って引き直したんですが、うん、ナイス。でこれがまだこの先がまだできてないんじゃなかったっけ。ちょっと見に行ってください。はい、ここをちゃんとつなぎ直してやれば、ひとまず一次発電網は完成のはず。おお、いいね、いいね、いいね。問題はそのコンベア免許の取得に近づいたトラちゃんであったって誠一さん。ああ、コンベア免許か、ね、コンベアはだいぶね。そうね、だいぶ習熟度上がってきてる。確かにこれはそう、うん、ここやな。はあ、ここね。どうしようかな、どうしようかな。そう、ここちょっと、うん、配線汚いなと思って、うん、やり直したくってここに、これを作ったわけでございますよ、うんうん、なのでちょっと一旦そこつなぎ直してもらえます、うん、垂直に落とすってこと。そう、こっからまっすぐ下ろせば垂直になるはずなんで、まず消さないとダメよね。まあ消しますよ。じゃあ下下なんか下にある。何が。本当だ、穴がある。なんで、うん、こっちでいいんだよね。うん、あ、まっすぐ取るために置いた穴かな。うんうん、ほいほいほい、オッケーオッケー。これも消した、はい、消した消した。たら次はどう。いいね。じゃあさっきのまた元に戻って大元の方をつなぎ直しましょう、うん、はい、お願いします。はい、流量計算ができれば合格なのだって。ダメだ、終わったわ。そうですね。
免許改善になるためにはちゃんと計算ができないといけませんからね。じゃあやっぱりあれですね、スイカなんかやってないで算数ドリルやりましょう。やだ算数ドリル配信なんて地獄じゃん。多分見てる人喜ぶと思うけどな。嘘、悪趣味配信者なんて、配信者、リスナーなんてみんな悪趣味なもんよそうなの。リスナーはね、本当配信者がバカやってるのを、バカなのを見に笑いに来るだけですからここだよね、これね。そうですね、ここつなぎ直して、向こう側に。なんかさ、これ切った時にドバドバドバって出そうで怖いよね。ああ、なるほど、面白い想像ですね。なんか通ってるってことだもんね。確かに確かに、うん、でも安全なんだな、これが。うん、不思議でしょうがない。多分安全弁的なものがここにあるわけですか多分ね。じゃあ向こう側行ってちゃんと動いてるかどうか見てきてもらえます？かしこまりました。先日とあるママさんが数学の配信見ながら勉強する配信してた気がするって。はようさんが、数学の配信、勉強する配信、算数、数学は結構パズル的な要素もあるから分かった上でやれば楽しいと思うんですけどね。うん真っ向否定さそうっすか、そうっすか。パズルは嫌いじゃないんだけど。でしょ、だったらいけるんじゃないんですか。うん、うんか。あ、なんか先っちょの3つだけ赤だ。まだ届いてないということ。多分そう、そんなにロスはなかったと思うんだけどな。千葉草さん、角度出すのに三角関数使って建築してるから数学使ってるのだ。うん、うん、分かってない、タイガーさんの運がなんで運って言ったの今。三角関数って、三角関数、そうね、三角形の辺の長さを計算したら角度が出るんですよ。なんで。そういうもんだから。三角形の辺の長さ、うん、10センチ10センチ10センチだとして、そうそうそう、うん、あ、うん、まあまあ、うん、そんな感じで、そしてうんたらかんたら計算したら角度が導き出せるっていうのが三角関数だったはず。私もうろ覚えですけどね。だって10センチ10センチ、あれ来てなくね。10センチ、りょうさんがかけらも興味なさそうな不運だったってうーんってねまあ実際その通りだから、もう、うん、まあそうよね、鼻ほじりながらの不運だな。そうよねっていう感想しかなかった。本当な、なんでこんなに嫌いなんだろう。まあまあ、私も特に理由もなくナスが嫌いですから似たようなもんですよ、ね、多分前世で算数に犬とか殺されたんだ、ね、算数が犬を殺すってすごい世界ですねちょっと想像できないんですけどでもあまりにも恨みが募りすぎて、うん、本世で絶交したんだと思う。あまりの恨みの割にはあんま覚えてないんですよねそう、うん、まだまだだね。まあ徐々に徐々に来てます。そう、すっごい遅いね。なんかでも、そうね、ちょっと変かな、うん、溜まるのに時間かかんのかな。ここが遅い、やっぱこれのせいか。梅社が寝言言ってる今。え、寝言？
うん、犬の寝言言うんだよ、犬は今ね、わっわっって言ってるちっちゃい声でかわいい、かわいい、盛り上がってくると遠吠えになるんですよ、それが。いい迷惑だな夜中にいきなり遠吠えするからびっくりする、本当。起きてる時一回も遠吠えしたことないのに夜中寝てる時だけ。ん？起きてるな。時間かかるね。来てはいる。ん？来てはいるのか、うん、来てはいる。あんまりでも勢いない感じじゃない？なんかここがおかしくないな。ん？うん、そうそう、ここめっちゃ少ないよね。なんか勢いがない、そこなんでだろう。でも下には来てるから。あー、でも来てはいるか。あー、来てはいるか。うん、まあ時間解決するかな。そうね、解決しそうな雰囲気かな。うんうんうん、流量は出ているので流れてはいると思います。うん、マーク1だからダメとかある？いや、ここは200で来てるからマーク1で十分のはずなんですよ。うん、うーん、ちょっとしばらく置いといてみよう。そうね、そうしましょう。後回しにしよう。後回し、後回し、後回しそういうの多いな後回し、後回し。あ、そっか。あ、黄色い。あ、あ、赤、あ、緑になった。あ、ポンプがね、今一瞬黄色だった。まあいいでしょう。うん、まあまあ次回までにはなんとかなるでしょうということにしておいて、うん、ですね。え、一応反対側を見るか。中央発電所に行っている向こうに2本のパイプラインがあるんですけど、うん、あっちの方の様子もちょっとチェックしておきますか。はい、うん、問題ないはず。どっからだ、こっちか。燃料がちょっと減ってるのはさっき止めたからかな。工場自体はちゃんと動いてるっぽいし、うんうん、こっちレイ、こっちもパイプの中は動いている気がする。え、タイガさんどこ走ってんですか。ん？パイプの上。なるほど、見えないから結構先に行ったのかな。今駅越えたあたり。うん、追いついてみせる姿を捉えた早っ。これが工場長だけに。痛い、毒毒食らってます食らってますね、ここは食らいますね。このパイプは毒を食らっている。いや、パイプはマーク2になって頑丈になったので少々の毒は平気です抜かされた。やっぱ有能な工場長は足が速いですからねよし、工場長大運動会。運動会できそうだなね。あらゆるスキルを試されるよ。え、走るだけじゃなくって、うん、走るのと運転、うん、あんまやんないけど運転も確かにそうね、ありそうね、うん、あとは何かありますかね。あとはナメクジを探す技術。俺はいらないな。匂いだけで。匂わないでしょ、そもそも。どんな匂いだと言うんですか。ナメクジでの匂いだけで、あのピッてやるやつ使ったらダメ。いや、あれを使いこなしてこその工場長だと思うんですけどね。
そもそもタイガさんだって匂いで探してるわけじゃないでしょう。中央発電所いいね。問題ないかな。よし、じゃあ、うん、やるの、やるか、やりますか。じゃあ後回し、いや後回しにしたらもうやることなくなっちゃうから、こっからやっていき、やろう、いこうかなと思うんですけど、やっていきましょう。何をやるか分かりますか。うんうん、ここでやることはトラテープと、トラテープでそう練習の立て直しです。はい、お願いします。ましょう。じゃあまた外側から2台の間に1本ずつ立てていってください。外に置く、中に置く、外に置く。まず外側から行きましょう。内側はどうするかはちょっとその後様子を見ながら考えますんで。うん、分かりました。芝草さん、工場長トライアスロン、できるな。うん、走って泳いで、ね、泳いでファクトリーカードファクトリーカード、よりによってファクトリーカード。そうだよ、まあまあまあできるな。走って泳いでファクトリーカート。なるほど、確かにトライアスロン。バイクはファクトリーカートでレース。スイミとコンベアダッシュ。コンベアダッシュか。コンベアダッシュはなんか俺たちレールの上は走らないぜみたいな感じでいかない？敷かれたレールの上は走らないんだぜ。荒野を一人でも駆け抜けていくぜ、俺の後に道はできるみたいな、そういう気持ちじゃないんですか。およいしょ。サリチルさん、走ってカートに乗り、くじで引いた 部材、材料かな、材料を持ってゴール。借り物競争。ああ、借り物レース。なるほど、それはそれで面白そうですね。え、それって何、あの原料から取りに行くの。間違った、2台に1台だった。ちょっと面白そうだな。材料、材料を指定して、材料を指定して、もう材料、違う、中間生成物を指定して材料から集めに走る、こんな借り物競争。全部自力で作るの。工場長秋の大運動か。なんなら射撃とスキー、斜面滑りもできるね。あー、スキー、ジャンプできんのかな。これはここにしようか。かな。よいしょ。切っていいの、これ電柱。どうぞ。怖。片や鉄のロッド、片やスパコン、圧倒的大差がつくゲームになりますね。最初が運が大事だ。それスパコンなんて作れんの。でもちょっと面白いからやってみたくはある。さすがにね、さすがに悪生物のティアぐらいは合わせておきたい感じ。うん、んで、あ、そうか、切らないとダメか。これ切って大丈夫？怖いよ。いや、多分大丈夫じゃないな。一回こっちにこうつなげておくか。一回こっちにつなげておいて、え、これ切ってた。切ってた。一回つなげておいて、自分を信じろ、自分の運を。運なんですか。運はちょっと信じらんないな。これつなげておけば多分大丈夫やろ。
OK。 お、はやおさんが2000点超えたって、おめでとうおめでとうだね、それは。ほんと2000点、スイカができるかできないかぐらいが2000点。おえー、1個目のスイカが、なんかそうやって、ん、あ、間違えてる。ブンルさん